ども皆様こんにちは、サソリコウモです。前回大人のお姉さん2と戦ってます。便通所2にしてるけど痛い。左隣にいるお姉さん、あなたこらったか証拠にもなる。お化けの怪しい光、状態異常と特殊攻撃に関しては属性っていうかタイプ外傷関係なしに当たるってことや。それ考えて尻尾を振るも確かノーマルやもんな。わははははは、ナイトヘッド。早い。しかしこれで終わりだ。ナイトヘッド。夜の頭、ガイのレベルも上がったし、よかよか、強い男らしいわね。大きいもの、うがい HP 高っ、美味しい水でうがいを食べました。温かいるやろ。よし、それでは次へ。確かこっちにも敵おらんかったっけ。いるよな、やっぱ。よう。ずっとトリポケモンにこだわってきた僕です。めっちゃポケモン持ってるやん。長くなりそうやな。1パートお前で使いそうで怖い。怪しい光。うわ、砂掛け。火。まずい、ナイトヘッドはこのままだと効かへん。ノーマル飛行やけど、赤やノーマル混じってってことは効かんよな、下手なんで。こうやってはピーカーで戦うしかない。オッケー、電気ショックだ。よし、わけ怪しい光。オッケー、効いてる。ピカチュウにチェンジ。いっか。わけわからん。オッケー、激ショック。残るね。はい、ここまでのご視聴どうもありがとうございました。今回の動画はいかがでしたでしょうか。面白かったですかね。もし面白かったならばチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた別の機会でお会いしましょう。それでは。